タイガース一筋の川藤さんはファンからも愛される選手でしたが、キャリア末期に球団から能力の衰えから引退を勧告されてしまいました。それでも現役にこだわった川藤さんは、給料なしでも契約するか、それも叶わなければトレードを志願し、球団は最低年俸で契約することにしました。これを聞いた吉本興業の虎党の芸人さんたちがあんまりだとのことで、上岡龍太郎さんが中心となりカンパを行い、ヘルメットいっぱいにお金を集めて、これが僕たちからの年俸ですと直接本人に渡しに行きました。すると、こんなお金わしが使えるわけないやないかというわけで、川藤さんは甲子園球場の年間シートをそのお金で購入し、障害者孤児を招待したと言われています。これが〇〇シートの始まりと言われたお話です。プロ入りから19年間の通算成績は108打点16本塁打2割3分6厘と、決して一流の成績を残してはいなかった川藤さんですが、ファンから愛される理由がなんだかわかる、ほっこりとするいい話でした。